りくん、りちゃん、ひとり夫婦です。本日はフロリダ新婚旅行7日目もう1週間いるんだ。そうか、そう考えると長いね、うん、本日はですね、見てください、こちらの洋服かわいい、昨日買いましたアニマルキングダムのお揃いのシャツを着ております。いっぱい動物が隠れてるの、かわいいね。一番最初に2人っきりでディズニーランド行った時にさ、探検家みたいなさ、バウンドコーデしてたから、なんかそれを思い出してすごい嬉しい気持ち。そうですか、嬉しいな、よかったねということで、本日は丸一日アニマルキングダムを楽しむデーでございます。はい、昨日ね、アバターのエリアとライオンキングのショーを見たので、それ以外を回るようなイメージになるかな、ただ昨日アバターめっちゃ感動したので、朝7時の時点で ILL は取得しておきました。はい、で今日は朝焼けとともにベランダからこう外をね眺めてたんだけど、まだ動物を見れてないので、そうなの、ね、まあこの後に撮っておこうということで、うん、パーク内のキリマンジャロサファリをすごく楽しみにしております。そうだね、動物見れるといい ね。それではアニマルキングダムにレッグツー。2文字しかできないから、伝わるこの遊び。Very well, they walk or they run on the bottom of the river. Fight with 2,000 pounds per force. Look at all these treatments, they've got four stomachs. Help to keep the body cool. That's gonna be... If you look beyond the elephant off in the distance, that's a short... Better keep an eye on that truck, you just better hope those cheetah aren't hungry. すごいアトラクションだ、こりゃ。ね。残念ながらね、ライオンとか見れなかったけど、そうかね、意外と動物いなかったです。ここもまあ逆に面白いところではあるよね、うん、ジャングルクルーズみたいにアニマトロニクスじゃない分、いたりいなかったりするっていう動物の気まぐれが ね逆に楽しめたかなっていうところで、うん、いてもカバはじーっとしてるし寝てたね。でもすごいなと思ったのが、完全アドリブでずっと喋ってるわけですよ、運転手さんがずっと運転をしながら、そこすごくない？それができるキャストさんが何十人とこの施設にいるって思ったら、面白かった、なんかその知識みたいなのね。それでは続きまして、朝の空いてる時間を使ってエベレストに乗りたいと思います。これもね、気になってんだ。あー、でもアジアのかなり山奥って感じになってきたね。うん、
2回連続エベレストに行っちゃいました。すごいね、こんな短時間で乗れるんだ。うん、あの朝のうちはやっぱ空いてるので、みんなやっぱアバターの方に1回目行っちゃうから、うんうんうん、そっちは ILL 買ってこっちめっちゃ乗るっていうので、ジーニープラスはいらないのかなっていうようなところでございます。なるほど。いや、これに関してはどういう動きをするコースターか僕は知っちゃってはいたんだけど、うんうん、にしたってめちゃくちゃ面白かったね。面白い。ジェットコースターの中にちゃんとストーリーがあるっていうのがめちゃくちゃいいなって感じ。だし最後のイエティめっちゃ怖かった。怖いね。もうほぼここまで来てたもん。ヒくん大興奮。うん、これが朝空いてんのいいな。ねえ、ぜひ朝一来てみてください。はい。かわいい。すごすぎない？日本にまずペアグリないですよね、うん、あったとしたらどうなっちゃうんだろう。8時間待ちとかだよね。15分で会えるんだ。そして今の時間なんとまだ9時なんですよ。ラッキーラッキー。ほとんど遊べちゃったねっていう感じするので、うん、お腹ペコペコなので朝ごはんでも食べましょうか。はい、ね。食べてみたかったのパイナップルクリームチーズハルバ。アバターエリアのポングポングというお店で買ってきました。ポングポング、ポングポング、ポングポング。まずはこちら、はい、パイナップルチーズスプリングロールというものでございます。いただきます。はい。外にさ、お砂糖がかかってるよ。おいしい。これは美味しいわ。甘くてあったかい。美味しいよ。うんうんうん。とろっとしたチーズの中にパイナップルがゴロゴロ入ってて、うん、甘いけど爽やかで美味しい感じだね、うん、続いてひくんはパンケーキサンドイッチですね。ソーセージと卵、うん、ガバジェリーって感じ。ね、ここが気になります。ねえ、どういう味なんだろうと思って。いただきます。いや、美味しいよ。うん、で、僕これすごい好きなんだけど、うん、ちょっとなんて説明していいか全然わかんないな。サンドというよりはなんかもうでかいカップケーキみたいな感じ。本当だね、うん、で、生地が甘いパンケーキで、うん、これまでこっち来て食べてきたものからするとちょっとパンチ足りなくないと思っちゃうんだけど日本で食べたらめっちゃボリューミーで美味しいご飯だと思う。うん、買い慣らされてるな。そうだね、もうハインツのバーベキューソースつけて食べたいぐらいの気持ち。でもめっちゃ美味しい。ダイナソー好きっていう人に会ったことないけどめっちゃいい映画だよね。うん、面白いよ、これは何なの？タイムスリップして太古の昔恐竜の時代に行けるよっていう、恐竜好きにはたまらないアトラクションだよ。最高。アラブー恐竜だ。じゃあ恐竜大好きなの？大好き。かっこいい。これが本当にいたんだよ。That's proprietary. But the result. It stands to reason that I can bring back a live dinosaur with you. All your ramus.
ス面白いね。面白いよね。すごい顔してたね、2人とも。すごい、こんな感じでした。本当に生の反応をするとこういう顔になるんだなっていう。ここにはですね、なんと恐竜のコスプレをしたチップデールがいるということで、絶対会いたかったの。なのでちょっと並んでます。はい。Come on in, friends. Hi, Chip and Dale. Chip on. Kawaii. Are you okay? Are you okay?Are you okay? Are you okay? Yeah. He's got a big nose. The Marine Life Institute.These travelers came a long way. こんな上質なミュージカル見れるんだと思って。本当にすごいよね。すごいよ。これを1日何回も公演してて、しかも入院してれば無料で見れるなんて意味がわからない。あのライオンキングのショーもやってて、これもやっててって考えたら、うんうん、元取れてるなって感じするよね。いや本当にそう、みんな素晴らしかったです。素晴らしかった。本当にエイ先生やりたいな。いいね、ヒクに。あれめっちゃいいな、あの自転車ね。うん、で手話のキャストさんついてるんだけど、うん、あの2人もねめちゃくちゃ芝居してるし、なんかそういう細かいとこまで全部、なんか素敵なショーだった。わかる。ニモの話って魚だからそこまで感情移入できないんだけど、これはなんか人間が演じてることによって改めてニモのストーリーってすごくいいんだなっていう、うん、ニモの良さの再発見にもなって、確かに。で感動してちょっと泣きました。わかる、あの、うん、あそこね、再会してパパのこと嫌いじゃないよっていうところね。あそこそうだよねって思う。あと僕、あのドリーのあの泳ぎましょうの曲にフルバージョンが存在するっていうことにテンションがすごい上がった。確かに、うん、そこが全部素晴らしい。素晴らしい、本当にクラッシュ歌うますぎ、うん、これに関してはなんか先に見て、うん、歌覚えてからこれ生で見ても悪くないかなと思います。確かにね。じゃあまた歌を覚えてこようね。じゃあお腹空いたのでニノランドでお昼にしたいと思います。はい。なんだこれ、でっかー、でっかー、でっかー。いただきます。おいしい。ソーセージの美味しさが半端ない。めっちゃ塩辛くて柔らかい、うんうん、で肉汁がビャーって出てくる。チリビーンズとチーズがまたたまんない。
ブルレ意外とペロリと完食しましたっていうのもめっちゃ美味しい。本当に飲み物ごく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 飲めて、これ超おすすめかも。いや日本初でしょ、ホットドッグを飲み物って言った人。いや本当にそんくらいペロッと飲めちゃう、おすすめです。ということでちょっとアーケードゲームでもしようかなと思いまして、はい、チケットを買いました、はい、このチケットで好きなゲームが1回多分できるのかな、やってみたいと思います。はい、どれにする？ Whoever gets their feel all the way to the top first with the blue light flashing. Is there still anyone in here?どれにしよう。これがいいかな。他にします。Yeah, absolutely. Much I appreciate it. And 12. All right. Let's go ahead and do a last call for Fossil Bueller. Look. And we're out. Oh, this is too close to call. Who's it gonna be in the end?It is gonna be number 10! Thank you so much for playing. Of course, have a great day. Who are we taking home today? Nikki! Yes! There you go. Have a great day, guys. Take care. Thank you. Look at that. Okay. $6 溶かしちゃった。かわいいね、トラキが立って。かわいいこの丸み。かわいいね。ここはね、いちゃんが年長さんの時に来て大好きだったプレイグラウンドなの。行きたい。何時間も張り付いていたと噂の。ここ。はい。これですよ、ちっちゃい時大好きだった砂場。まだあったんだ。さて、大好きなこのエリアなんだけど、もうすぐ新しいエリアに生まれ変わってしまうんですよ。まあ、新しいのもミラベルがテーマということで、うん、きっと素敵だと思うんだけど、みちゃんにとっては本当に幼少期の思い出の場所なのね。だから亡くなる前に一緒に来れてよかった。よかったね、滑り台も滑れたしね、うん、砂場は大丈夫？砂場は大丈夫、溺れちゃうから。本当に素敵なエリアでしょ、うん、楽しい。だからね、本当に嬉しい、うん、よかった。
さあ続いては私も見たことないんだけど、鳥が曲芸をしてくれるショーなんだって。これはもうちょっと僕がこういうのがあるっていうのを聞いた瞬間に絶対それ見たいって言って組み込んでもらいました。はい、はい、Is that wingspan? She has around the. Namaste. 強かったね。もうアニマルキングダムならではのショーで。すごい楽しいってとどまらないで、なんかこう学びがあったりとかいいなって思って。ジーンとするよね。すべてがいいですね。列車に乗りまして、ラフキーズプラネットウォッチというまた別のちっちゃい施設があるので、そこを見学に行きたいと思うんですが、すごいね、また別のとこあった。うん、そこではここの動物たちを管理したり、健康にしたりっていうことをやってるところなんだけど、もう一個、聞くの好きそうなやつがあるんですよ。なんだろう。マジックキングダムでちょっと時間なくて乗れなかったから、ここで汽車に乗れるのは楽しみです。Discover a wide range of animal adventures in our own surroundings. And that includes here at Disney's Animal Kingdom. そしてこちらではですね、アニメーションエクスペリエンススケッチタイムっていうのをやってて、ディズニーのキャラクターを描くのを一緒にやろうっていうやつがやってるんですよ。へえ。好きでしょう。そうだ、好きでしょう。それに行きましょう。はい。またちょっと雰囲気が全然違うね。本当ね、本当になんかジャングルって感じ。フリックだよ。フリックをかけるの？そう。やったー。これはね、完全ランダムなの。今トイレ行ったんだけど、トイレがめっちゃ可愛くて、うん、電気のところに象は1日何リットルおしっこするでしょうって書いてあってうーっと思って、で手を洗うところに答えが書いてるんだけど、75リットルだって。 75? すごいね、うん、で僕隣にはサイはどれぐらい遠くにおしっこを飛ばせるでしょうって書いてあって15フィートらしいよ。15フィート、うん、すごい飛ばせるってことだよね。そうだね、もろで、手洗うところに答えがあるから、うん、手もゆっくり洗わせられる子供にっていうね。You're traumatized? But yeah, we'll be sketching Flick. Kind of like a big upside down question mark. Same on this side, but if you like to use that shoulder, definitely feel free to. There kind of are plenty of ways to sketch and end up with that same result. Once again, since it's a worm, we'll go down a little bit, up a little bit.でもさ、リちゃんもうまいよね。上手。上手に描けたと思います、うん、なんか目がさ、リちゃんのさ、クリッとしてて可愛い感じだよね描く人に似るっていうか、うん、でも本当それあると思うこれ楽しいよね。楽しい。そんな感じでお土産にもらって帰れるのも嬉しい。嬉しい。りちゃんや、よかったね、僕を大人になってから連れてきて。本当だよもう一つかけたい砂場のりちゃん状態で。そうだね僕はなるね、きっと。大人のひくんは次のところに行けますか？泣く泣くよ。泣く泣くよ、うん、泣く泣く行くよさあ、ここに来て初ジョフリーズ。はーい、みちゃんはアイスカプチーノチャイです。はい、僕はフローズンカプチーノドリームです。うわ、素敵。いただきます。はい、乾杯。す
高。チャイも本格的、かなりしっかりとスパイスが効いてて超飲みたかったやつ。大人のパピコって感じ、最高じゃん。だいぶ今日は暑くって、半袖でとっても気持ちいい暑さって感じ。なのでこういうのしみるね。しみる。日本の暑さと違うから気づかないうちにめっちゃ喉乾いてんだよね。それ気をつけた方がいいかもしれないです。さて現在の時刻が4時前なんですけど、お動物さんたちはですね17時までのものが結構多いんですよ。なので今のうちにお動物さんたちを見に行こうかなと思います。お動物さんを見たいという方はちょっと注意が必要ですね。何時までお動物さんに会えるかなっていうのをちょっと注意しておいてください。あと1時間なのでね、はい、私たちもちょっとお動物さん見に行こうと思います。さあおとらさんを見に行きますよ。僕たちが鳥かごの中に入ったって、すごい距離だね。クジラ、みちゃんが大好きなアメリカのチロです。もう本当に何度あげましたかってくらいパリッパリで、お砂糖が床にこぼれるぐらいかかってます。甘い。もうこれ噛めば噛むほど油が出てくるんですよ。うん、もう考えたくない糖質脂質。こちらチョコソースがついております。ただでさえ甘いのにいらないよと思いつつつけて食べてみます。あ、美味しいわ。チョコつけるとまたちょっと大人っぽい味になる。あー、なるほど。ちょっとビターめなチョコって感じ。カロリーが減ります。ん？本当だ、痩せちゃうねこれ。施設だな、ここは。いろんな動物を見れるんだけど、なんかいないことも多いんだよね。動物が主体なんだなっていう。キ君が昨日見てとっても大好きになったライオンキングのショーを今日も見たいと思います。やったー、よかった。今回はね、後ろの上の方で全体を見回せるところに座れたので、それはそれで楽しみだね。ちゃったね、同じところで泣いちゃう。ちょっと出会っちゃったな。毎日通いたいけどなって感じ。とにかく生だから、歌も全部生だから、これはもう絶対にドンキッシュ。いやー、ほんとこれのことしか考えられないかも、しばらく。りちゃんが気に入って ILL を撮ったアバターですけども、はい、ちょっと夕暮れてきてこのエリアまた雰囲気変わるね。ねえ、来てよかったね、夜ね。
光ってる。足も一緒に光ってる。昼間と全然違う。行きますか。はい。3回目のアバター。やば。すごいね。さあ、3回目のアバターどうでしたか。私、これ3回乗って思ったけど、うん、ディズニーワールドのアトラクションで一番好き。ほんと。スリルもあるし、爽快感もあるし、さらに感動を味わえるのがすごい。そうね、本当に綺麗。そこがとても好きです。さあ、ラストまたディズニーランドに来ました。すっごい空いてるので、トリケコちゃんの乗り物になります。さあ、ということでお腹が空いたので、アニマルキングダムロッジのジャンボハウスというところでフードコートがあるんだよね。そう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 。ベーコンチェダーのハンバーガーを注文してきました。あれ、それ食べたいって言ってたっけ。あのね、なんかポークの美味しそうなやつがあってください。全然聞けてない。あららら、これもちょっと気になってはいた。うんうん、食べてみさ。僕トマトなんか絶対食べないんだけど、ちょっと美味しそうじゃない、アメリカントマトって。なんかね、分厚くて綺麗。わあ、すごい美味しそう。でやっぱアメリカのこれ食べてないの嘘じゃんと思ったから。そうね。BLT いただきます。やっぱさ、広大な豊かな土で育った野菜たちなんだなって思う。全部レタスの歯ごたえとかすごいよ。キャベツだよ、ほぼ。あれ、ほんでりちゃんはちょっとね、夕方に飲んだジョフリーズの生クリームが胃に来て、もみましてここに来て、りちゃん、お夕飯は白米と卵スープにします。そうですか、わかりました。お部屋に帰って食べます。うん、ここまでね、調子良かったのに。生クリームで一発 KO。 生クリーム好きなのに不覚だ。そうだよね。さあ、そんではりちゃんのご飯はお部屋に帰らないとないので帰りましょう。はい。見れたね、動物。見れた。はい、チフルで歩いてお部屋まで帰ってきました。アニマルキングダム2日間。うん、今日で終わりか。寂しいね。寂しい。このホテルもね、明日の朝にはチェックアウトしちゃうからね。うん、寂しいね。と、うん、いうことですね、また別のホテルに移動をいたします。はい。一番楽しみにしていたビーチクラブリゾートというですね、エプコットまで歩いて行ける距離にあるホテルに泊まります。
めちゃん、もう一つ楽しみなことがありますね。はい、トッポリーノテラスというですね、ミッキーやミニーと一緒に朝ごはんを食べる施設があるので、そこはなんとパークチケットがいらないところなんですよ。なので明日はインパなしで。そうなんです。お得意のね、僕たちの僕たちお得意のインパなしでディズニーワールドを楽しむ一日と。そういうことですね。いい感じですね。はい、のんびりめのね、ホテルステイを明日は楽しんでいきたいと思います。ここまで怒涛だったもんね。うん、ちょっとりちゃんも胃も心も体も疲れがきておりますので、はい、まあ止まれ、アニマルキングダム最高でした。うん、大好き。うん、本当にそう。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。アニマルキングダム私も行ってみたいなと思ってくださった方、参考になったなって思ってくださった方、ぜひぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。明日からもまだまだ新しいことたくさんありますので、ぜひぜひ通知もオンにして次回の動画楽しみにしていてください。はい、それではひとり夫婦でした。また見てね。バイバーイ。